で、これを下にやってあげることによって、物がこう中でわちゃわちゃしないようにゴムの滑り止めのやつ、100均とかでも売ってるやつ、あれを下に敷いてるので、あとでここにね、ティッシュをこうやって置くとね、ちょうどここからティッシュが取れるっていう、これ何気に便利。みるみるランド。はい、今車の方にやってきました。みるみるランドのエブリー、ミルリーです。はい、ではこちらのヒョウ柄ミルリーに取り付けていきます。ヒョウ柄ミルリーっていうインフォメーション大事だったんですよ。さあ、つくかどうか。ここは、あ、ついたね。つきました。ここつかなかったら問題ですよ。つきました、つきました。で、あとはそっち奥だね。ちょっと内側に入れたか。しかもつかない、つかないだけでなく、あ、でもこれがまっすぐとは限らないんだ。そうだ、あー、ちょっと曲がってる可能性があるから、ただ内側なので調整すれば入るはず。はあ、ははあ、なのでこれを外してそれで取り付けしてみたいと思います。六角か。六角ですね。ちょっとずらせるようになったので、ここら辺かな。もうちょい、もうちょい、こっち。入った。入りました。入りました。お、入った入った入った。あ、入った。あ、いいね。くっつけてもいいし、ちょっとこうやって離しといてもいいし、いいですね。ちょっと後ろからも見てみよう。はい、あ、いいんじゃない？まあ、座った時に、まあ、まあまあ、ちょっと空間ある。あ、そうやって荷物入れる時、そうやって荷物入れられるってね。そうですね。これもいいね。もうできます。はい。ただ、あんまり回数やると、それが、どれぐらい耐えられるのか、ちょっとわからないなっていう。入れておきたいものですかね。じゃあ入れてみましょう。キャンプグッズいろいろね。軽いものは、まずマット入るんじゃない。それは多分余裕で入りますね。余裕ですね。で、次にキャプテンスタックの、それもマット。これもマット。それも軽いから余裕で入ると思います。なんか見えるけど、まあ落っこってこないからいいか。で、そのマットを下にして、そうするとこの硬いやつ、椅子なんですけど、これキャプテンスタッフの、椅子は硬いから、いけますね。はい、あとそれキャプテンスタッフのテーブル、テーブルのグラグラしない、これ走ってる時。はい、とりあえず乗っけてみます。入りましたね。それも乗せましょうか、目隠しの。入りましたね。強度的に全然問題なさそうですね。大丈夫ですね。結構大丈夫そう。はい、やってあげると。そうだね。そうやって、こう下ろして、下ろして、まあ、大きいの入れて、ここに大きいの入れましたで、このまま。これいいね。これもできますよ。はい。ですね、このつるんとした面を下にして取り付けを行いました。ただそのもう一個付け方としてはね、上につける方法もあるので、そちらをやってみたいと思います。はい、今ね、上にあった荷物は一回下に下ろしました。外したりするとこのポールの方に傷がつきますね、結構。そういうことですね。そういうことですね。そしたら強度はこうすれば重い荷物も上に、重い荷物入れてもそんなに動くことがない。はい、ただ荷物の入れられるスペースが狭くなるね、上がね、狭くなってしまうので、あ、こんな感じ、これぐらい違う。
で、 でもこれのね、勝因は2つに分けたことです、うん、パーツを結城さんがね、2つに分けたらいいんじゃないって言って、うん、そうしましょうってなったんですけど、それ結構この入れ替えする時もしやすいです。ただこっちにすると見た目がちょっとね、いまいち強度はだいぶ良くなんだけど、見た目の問題がちょっといまいちっていうのがあるんで。そうですね、まあ手作り感あふれる感じ見た目的にはやっぱさっきの方がいいよね。さっきの方がいいですね。あとちょっとじゃあ乗っけてみましょう。ああ、これで容量がね、どんなもんか。薄いのはね、そういうのは入るだろうけど、ただ入れにくい。すでに入れづらい。ああ、本当に隙間ないわ、ほとんど。それぐらいしか入んないんじゃないの。だからもしこれでやるんだったら、ここを下に、下の段にこう持ってくるしかないね。ポールを。ポールをね。あ、パイプを。ディレクターパイプ。これに至っては入らない。うん、このままじゃ入らない。本当狭いね、うん。さっきは入ってたけど。強度重視でやるんだったら、このエレクターパイプをこの下の方に取り付けて、こうやってやんないと、やんないといけないね、うん、いうことです。確かに見た目的に、まあ、慣れちゃえばね、景色になっちゃうんですけど、やっぱりさっきの方が、そうだね、さっきの方がクレッとして良かったです。でもしちょっと強度に問題があるかなっていう時には、もうこのエレクターパイプがあって板があるので、ちょっと紐で綺麗にこう結んであげようかなと思います、うん、落ちてこないように。はい、じゃあもう一回付け替えましょうか。はい、で最終的にこんな風にしました。下ですね、これ落ちてこないように、うんうん、これロープですね、はい、これを張って、でここ自在結びっていうので、こうやって調整、長さ調整できるように、はい、緩めるときは、緩めるときは、はい、はい、こんな感じでね、こうやって緩まります。はい、で物取るときはこれでガチャって下ろして、うんうん、はい、これで荷物を取れます。はい、いいですね。で荷物入れたら、これが落ちてこないように、はい、ここでピンと貼ります。これ自在結びで締めるパターンです、ね、そう、これが自在結び、もしくは自在金具っていうのでやってもいいと思います、うん、直角だと貼らないので、これちょっと斜めにしてあげると、ここピンと貼って、うんうん、それで落ちてこなくなります。はい、これをここと前と後ろ2列2箇所、はい、してありました、ね、で上ですね、今度、うん、このネットのところですね。上はこれ急ブレーキとか踏むとゴーンって前に出てくる恐れがあるので、うん、上はネット網を、ゴムのゴム網、はい、取り付けました。これもともと四隅に付けて、最初はねぶら下げようと思ってたんですね。網をここにこうつけてやろうと思ったんだけど、うん、網だとやっぱりこうポヨーンって重いの乗せた時ビヨーンって下まで来ちゃうから、そうそう、居住空間狭くなるから、なので結局ここ板張りにして、で網は上にかけることで、こう急ブレーキ踏んでも落っこってこないようになってます、っていう感じで仕上がりました。これなかなかいいよね、見た目的にもね。ね、なんかロープだからちょっとアウトドア。そうそうそう、このロープはちなみにキャプテンスタックのテントロープっていうやつ。そう、テント用のロープ。これがまた絵になるよね。ね、色が可愛いんですよ、はい、オレンジベースの黄色と青が、はい、で実際にこれで走ってみましたけども、うん、ちゃんとね使えました、ね、キャンプでもこれちゃんと機能しました、はい、すごい便利です。収納スペースが増えました。増えましたね。これでいちいち道具を出し入れする必要がない。もうだからキャンプでよく使うちっちゃい椅子とか、うん、マットとかはもうここに入れといて移動しなくていいですね。そう。でちなみにちょっとこう出ちゃってるんですけど、ここにねはみ出てるこれね、これがですね滑り止めになっていて、でこれを下にやってあげることによって物がこう中でわちゃわちゃしないようになってます。ゴムの滑り止めのやつ、100均とかでも売ってるやつ、あれを下に敷いてるので、あとでここにねティッシュをこうやって置くとね、ちょうどここからティッシュが取れるっていう、これ何気に便利。そう、これ何気に便利。あとここにタオルもかけれるし、かけてましたね。このポールもいいよね。いい、良かったです。ああ、うん、生活感ちょっと出ちゃいますけど、うん、これはかなりね便利でした。はい、というわけで、はい、こんな感じに仕上がりました。仕上がりました。はい、はい、ただいま私たちはこの
ミルリーの中にやってきました。でね、この棚を作ったんです。 DIY してすごい便利で、何気にこういうマットとかあと椅子とかそういうのをね乗けるのにすごい重宝してたんですけど、運転してたらこの間これがガン落ちてきて、やっぱりね落ちてきて、ね、そう、この紐がねあったからそこまでこう大きな落ちはなかったんですけど、飛び出してきたんですよ。このフックのところがやっぱり落ちてしまって、重みとあと振動とかでね。そうですね、特に高速道路とかね走ってると、走ってる時に落ちてきたから。そうですね。で、あとこちら側は出入りする出し入れする時に、こうやって外して片方ね、片方外してこうやって入れてからこう閉めてたんですよ。なので、まあ、何回かここを、ね、開け閉めしてたっていうのもあるかもしれないんですけど、とにかく落ちないようにしたいと思って今回は別の作戦を考えました。で、あとね、そのネジを打ち込む方向もね、ちょっと板がここの板が取れてきちゃってたんで、やっぱこっちから打ち込むことにしました。で、これはもうね施工済みです。はい。でね、打ち込んだ時に分かったんですけど、このね板の、まあ、薄さだとどうしてもちょっと奥まで入れると割れてきちゃってるんですよね。なので皆さんがお作りになる際はこの板の厚みよりも多分5ミリなんですけど、ちょっと厚めのものをおすすめします。まあ、これはこれで軽くていいんだけどね。そうなんですね、ちょっと割れやすいっていう、割れやすいですね、はい、という欠点もあったのが分かりました。で、新しくアイテムまた買ってきましたが、でホームセンターで港南で売ってた、はい、なんて言うんだろうこれ、キーホルダーとしてご利用ご使用ください。本革ループブラック、革のあれだね、キーホルダーだね、こんな感じね。これ2つステンレスアイストラップ 5mm、 これ2つ、これを港南で買ってきたので、これで落下防止の装置を作ろうと。そうで、こっちが落ちてきたので、まずはねこっちだけを施工しようかなということです、はい、でこのストラップをまずは、それボタンで止めれることができるから、そう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 、これちょうどいいなと思って、で、あ、これ一回外さなきゃですね。外した上でここに止めてあげます、はい、でここに引っ掛ける、ここが止まれば、そうですね、逆の方がいいか、こういうことですね。でここにつけて、これをこうするってことですね。はい、で調整はもうこれ以上効かないので、どうしよう、こっちでいいですか、ちょっといろいろ考えてみます。そうですね、はい、こっちだとちょっと位置が微妙だったので、今100均セリアに行ってこれですね、アイアンハンドルマットブラック買ってきました。幅が7センチで縦2センチ、ネジ2本付きです。これでつけてみようと思います。さあ、つくでしょうか。つくでしょうか。ここですね、ここにこんな感じで真ん中に施工しようと思います。さっきね、こっちだとね距離が微妙にいまいちな感じで、そうですね、なので一回ちょっと当ててみましょう、はい、現物合わせしながらやってますね。本当ですね、逆がいい、バンドをはめて、はめて、でこれをアイアンフック、これね付属のちゃんとネジがついてました。もうね場所はね適当に真ん中らへんってことでやってきます。はい、まず切りで下穴を開けます。で、あとはドライバーでネジをグリグリっと入れていきます。それだけですね。よし、
で反対側もよいしょ。これだともうね、上がちゃんと革のバンドで固定されて下に落ちてくることはない。そうですね、落下防止装置、落下防止装置ですね。はい、こんな感じでつきました。で、まあ、これを下にしたいときはよいしょ、こう外してあげて、でここをつまんであげるとこんな感じで取ることができました。はい、そうですね、これならまあそこまで邪魔にもならないかなっていう、うん、こんな感じで、はい、こっちもじゃあつけてみましょう。つけちゃいます。で、ここを開けてあげて、よいしょ、こんな感じで、はい、これでストッパーができました。これで落ちる心配はないでしょうと。そうですね、落ちては来ない。はい、じゃああとストッパー、滑り止め。はい、滑り止めの説明をすると、ここにね、置くんですけれども、はい、その時に滑ってしまうんですよね。結構ツルツルしてるので。なのでこれをね、ゆきさんが買ってきてくれました。で、今までも敷いてたんです、これを、うん、こういう感じで広げて、でこのサイズ感がね、まあ、あったっていうのと、あとこれ毎回こうなんだろう、整えなきゃいけないっていう手間が出てきてたので、うん、これをもう固定してここにね、しっかり貼っていこうと思います。はい、何で貼りましょうか。はい、で先日買ったね、このタッカーをちょっと練習があったら一回使ってみて、はい、でこれが使えそうだったらこれでやりますし、はい、あとこういう両面テープも持ってきてるので、もしタッカーダメでもこちらで固定していこうと思います。はい、今ねこのゴムの滑り止めシートを置きました。で上からこのタッカーで、うん、打ち込んでみます。はい、3箇所、ここに3箇所じゃ少ない、うん、6箇所ぐらいやる。あ、止まった。はいはい。で、ちょっと今2本やってみました。後ろどうですか？突き抜けてなければ。あ、大丈夫？ですね。はい。あ、やった。じゃあこれでこう簡単に打っていきます、はい、いいですね、なかなか。よいしょ、簡単、うん、1枚でも抜けないかな。あ、大丈夫だ、大丈夫です。ここ抜けたな。あ、場所による。抜けた、ほらここ。あ、本当だ、突き抜けてるね。に、わかりました。ね、こっちは全部2枚重ねだったんですけど、2枚重ねじゃないところは抜けちゃうことが分かったので、こっちに来た時に、本当はここに打ちたいんですけど、ここにね、うん、あ、こっちから打っちゃおうか。ああ、それでもいいね。そうしましょう。やっぱりですね、二重になってる方はこっち側ね、こっちのラインに今打ったんですけど出てないです。うん、うん、いい感じね。タッカーでやったら本当簡単につきました。はい、これで固定できましたね。なのでもう一枚分もやっていきます。はい、やった。はい、今ねやりました。2つ目も終わりで、真ん中はね、今回ね、全部やらなくて、3箇所、1、2、3、1、2、3って、はい、3箇所だけにしました。これでじゃあ、あとは取り付けて、はい、OK。はい、ということはね、こんな感じでしっかり、固定することができました。なので、またこういうグッズを、よいしょ、こんな感じで外して、そして、ここね、ちゃんと今、落ちないようになってるんですけど、入らない、あれ入ってた、これ乗ってましたよね。はい、それあれじゃない、ん、
はい、はい、こんな感じでね、しっかり乗せてまた閉じることもできるようになりました。よいしょ、こんな感じで安心して使っていこうと思います。はい、ということでこちらの動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますので、インスタ、ツイッター、フェイスブックなど遊びに来てください。ではまたねー。